ヨハン・アントン・ランブは、ドイツの画家、版画家である。ラインラントプ・ファルツ州のトリーヤで生まれた。父親は、南フランスのサボアの出身者で、母親は、ケルンで有名な金細工師の家系である。トリーヤの実業学校などで学び、10年間、ベルギーのフロロンビルでギルソンの下で修行した後、1807年に、パリに移り、ジャック・ルイ・ダビットの弟子となり、エコール・デ・ボザールで、 ゴーテロに学んだ。1813年にトリーヤに戻った後、1815年にミュンヘンに移り、ミュンヘン美術院に入学し、彫刻家のエーベルハルト兄弟の下で1年間、学んだ。1816年春に、ローマに移り1822年6月まで、滞在した。ローマでは、ナザレ派の芸術家と交流し、ペーター・フォン・コルネリウス、カール・フィリップ・フォール、 ヨーゼフ・アントン・コッホ・ヨハン・フリードリヒオ・ファーベックらと親しくなった。1822年月にトリーヤーに戻り、10年間トリーヤーで過ごし、水彩画を描き、版画にして出版した。1832年にローマを再放し1842年まで滞在した。イタリアでは風景画や風俗画に加えて、13世紀から16世紀に、 描かれた壁画やモザイク画の複製も描いた。300枚近い水彩画はプロイセンに買い上げられた。1844年に彫刻家のヨハンゴットフリートシャドウの推薦を受けて、ケルンの美術館の学芸員になり、美術館の拡充に功績があった。1854年に中東へ旅した。1858年に通り屋の名誉市民の称号を受け、 1961年から通り足は若手の芸術家に送る乱舞賞を創設した。ケルンで没した。ありがとうございます。